はい、これでチーズケーキの完成です。大好きな人に作ってあげてくださいね。こんにちは。私の得意料理のチーズケーキを作っていきます。材料はこちらになります。クリームチーズ、生クリーム、卵、砂糖、小麦粉、レモンです。では一緒にチーズケーキを作っていきましょう。このチーズケーキ実はすごく簡単で、このミキサーだけで作れちゃいます。この材料を入れる順番は好みで大丈夫です。砂糖、クリームチーズ、小麦粉、卵、生クリームですね。で、蓋を閉めて2分間かき混ぜていきます。スタート。じゃあ2分経ったので止めます。で、次はレモンを絞ります。で、このレモンの汁を入れます。次は30秒混ぜていきます。スタート。30秒経ったので止めます。で、あとは、型に入れてオーブンで焼くだけです。あとはオーブンに入れていきます。では焼いていきます。あらかじめ170度で予熱しておいたオーブンで170度40分焼いていきます。スタート。はい、出来上がりです。あ、美味しそうですね。あとは粗熱を取って冷蔵庫で半日くらい冷やしておけば、コクが出てしっとりした出来上がりになります。では盛り付けていきます。今日はこんなものを用意してみました。ミントとこちらお花ですね。これ食用になっていてデパート の地下とかにあります。では盛り付けていきます。これがあると簡単に可愛くなるので、お友達や彼氏さんに作ってあげた時に、ポイントになります。はい、これでチーズケーキの完成です。大好きな人に作ってあげてくださいね。